はい、こんにちは。ジェイサカ第5週間です。今日は、ゲームモデル作成の1、サッカーの方向性を決める最初のコンセプトというテーマについて解説したいと思います。この動画からシリーズで、ゲームモデルを作成する上での手順というものについて解説していきたいと思います。で、ゲームモデルについて、その作り方とかね、内容を1回で語るとものすごく量が増えて、かつ、すごくね、複雑で難解なものになってしまう可能性があるんで、一個ずつね、シリーズとしては、まあ5回から6回ぐらいで終わるのかなって思うんですけども、まあちょっとそれはね、様子を見ながら進めていきたいと思います。で今日はその1回目である、まず、ゲームモデル作成における最初のサッカーの方向性、チームの、目指すスタイルというか、そういったもののね、作成、そういったもののコンセプトの作り方についてね、解説したいと思います。おそらくこの動画を見られている方の中には、ゲームモデルをね、作成したいけど、何から考えればいいかわからないとか、もしくは、チームの目指すサッカーっていうのね、そもそもどうやって設定するのかとか、もしくは、育成年代ですね、小学生、中学生にとって、ゲームモデルをどうやって作成したらいいかわからないってこともね、あると思います。なので、この動画を見ていただければ、シリーズでね、見ていただいて理解していただければ、きっとね、最後には、自分のチームのゲームモデルが作成できるようになると思いますので、まずはこの最初のコンセプト作るところからね、理解して進めてください。はい、今日の目次こんな感じです。ゲームモデル作成におけるコンセプトの例。最初にね、例をお見せします。そっちの方がね、イメージつきやすいと思います。で、2番目が最初のコンセプトを作成するための要素ですね。これについては、僕がバルセロナのコーチングスクールで学んだ内容をベースにね、お伝えしたいと思います。で、最後、まとめなんですけども、ゲームモデルはチームごとに変えましょうっていうね、お話についてね、一個ずつ解説したいと思います。まず1番目。ゲームモデル作成におけるコンセプトの例ですね。まず、イメージをつけてもらうために、これが最初のコンセプト。まあ、こんなイメージですよってところをね、ちょっとお見せしたいと思います。はい、コンセプトの例。ボールを保持し、ゲームを支配する。バルサみたいな例ですかね。ボール支配率を上げるみたいな感じです。で、2番目が、コンビネーションや素早いパスワークで相手を翻弄する。3番目が、アグレッシブに守備を行い、戦えるチーム。こんなようなね、ざっくりとしたコンセプトをね、出しました。で、このコンセプトっていうのは、ゲームモデルを作る上での最初のコンセプトなんですね。これが、チームの大きな方向性をね、作る上でのこう、フレームワークにもなってきます。なので、これがね、ざっくりした感じでいいかなと思います。で、ポイントとしましては、大まかに方向性をイメージできるものでいいのかなと思います。さっきの例のように、過剰書きでもいいですし、チームの目指すサッカースタイルとかね、もしくは大まかなこうプレーの方向性が、決めるっていうね、これぐらいでいいと思います。で、全然ね、この段階では抽象的になっても構いません。講師におけるサッカースタイルっていうのがね、イメージできるものが、こう、うまくね、過剰書きできればいいかなと思います。実際も僕もゲームモデルを作るときは、これが最初はね、シンプルにして、ざっくりとした。例えば、こう、相手を圧倒する攻撃的なサッカーとかね、そういったようなざっくりとしたイメージをまずは作るっていうね、そこからでいいと思います。注意点としては、この段階で何か細かなね、プレイを限定してしまうと、方向性というよりは、すごくね、ディテールの話になって、この後、あとね、ゆくゆく、プレイ原則とか、サブコンセプトとか、そういったものを作る上でね、すごくめんどくさくなってくるんで、最初はまずざっくりしたものでいいかと思います。でもう一つね、ポイントとしましては、この最初の方向性を決める上では、注意してほしいのはですね、自分たちがやりたいサッカーと、あとは現実っていうのをね、加味してくださいってことですね。つまり、自分たちが目指すサッカーとかやりたいサッカーだけでは実際に試合をした時にうまくいかないってことが起きます。なので、例えばこれを見られている方はジュニア年代のクラブチーム、もしくは少年団であれば、自分たちが戦う大会のレベルとか、リーグのレベル、もしくは全国大会に向けてどのレベルまでのレベルがあるのか、それによって、実現可能かどうかってのが出てきますよね。あくまでも、じゃあ先ほどの例みたいに、ボールを保持して、ゲームを支配したいけども、自分たちの対戦相手のレベルの方が常に高ければ、実際にボールを保持することは不可能になります。そうすると、さっきの方向性っていうのは、絵に描いた餅になっちゃいますよね。そういったものを回避するために、まず目指すべき理想とはあるんですけども、それと対戦相手の、現実的にね、できるできないっていうものの調整を加えたものが、最初の方向性作りっていうふうになるかなというふうに思います。はい、2番、最初のコンセプトを作成するための要素ですね。先ほど、ざっくりとこんなイメージですよと見てもらいました。では、そういったサッカーの方向性、最初のコンセプトをどういった要素を持って作っていくのかというところについてね、解説したいと思います。ちょっと図を出します。ちょっとスペイン語で申し訳ないんですけども、ちょっとリアリティをね、出すためにあえて、このスペイン語のものを出しております。これは、僕が2015年かな、スペインのバルセロナコーチングスクールで、
フェードコレクティブなんで、まあ集団プレイみたいな、まあ集団の戦術の中で出てきた、ゲームモデルに関するお話の中で出てきた図なんですね。まあゲームモデルっていうのはこういうふうにね、いろんな要素が絡まってますよっていうね、書いてあります。まあちょっとスペイン語は読むのはやめて簡単に行くと、こういうふうになりますね。ちょっと次また図、文字に変えますね。実際に何が書かれているかというとこういうふうになります。一つ目、まあ、クラブ、チームのね、目的や構造。二つ目、まあ、所属する選手の能力や特徴ですね。まあ、三つ目、監督、コーチのプレーアイデア。これ監督、コーチというのは別に日本でいうところの監督だったり、コーチだったり、いろんな表現があるのでもどっちでもいいです。まあ、その指揮する人ですね。指導者のプレーアイデアですね。四つ目、国や地域、クラブの文化ですね。で、五つ目、プレーのモーメントですね。六つ目が、プレー原則やサブの原則。七つ目、組織化、構造化。で、さっきの図を戻しますと、まあ、インタラクションとなるんですけど、まあ、これは相互作用ですね。つまり、この七つの要素。まあ、実際には別に七つだろうが、八個だろうが、まあ、六個は何でもいいんですけど、まあ、こうやっていろんな要素が、ゲームモデルには関連してますよ、関わりますよっていうような、この、イメージの図になります。ここから何が言えるかと言いますと、なんかね、難しいなって感じかもしれませんけど、全然難しくないです。これをね、もう、日本の育成年代、ジュニアとかジュニアユース、ユース年代で、どういうふうに考えたらいいかというところまでね、落とし込んでね、ちょっと今日は解説してをね、進めていきたいと思います。まず、さっきもう一回戻しますけども、この1から7ありますね、あるんですけども、この5、6、7の5番プレイのモーメント、6番プレイ原則がサブの原則、7番組織が構造化っていうところは一旦ね、無視しといていいです。ここは一旦、まあ、こういう言葉もあるんだなぐらいで、OK です。後々、ゲームモデル作成を進めていくと、なんとなくこの辺の意味がね、分かってくると思います。最初はね、ここは全く気にする必要はありません。まあ、ちなみに、プレイのモーメントっていうのは、おそらく、僕の解釈によりますと、サブフェーズですね。これもいつも出してます。サッカーの4つの局面の中の11のサブフェーズのことをね、イメージしてもらえばいいかなと思います。で、プレイ原則やサブの原則っていうのは、これは今日はお話ししませんけども、後々解説していく、まあ、一般的に言われるプレイ原則。で、そのコンセプトとかですね。これはちょっと僕は違う表現をする可能性があるんですけども、まあ、そういったことだったりとか、もしくは組織化構造化っていうのは、これは少し、難しい要素を含んでます。これはね、複雑系としてのサッカーみたいなね、発想が必要になってくるんで、とりあえずは考えなくていいです。これはちょっとね、どっちかというとこう、キーファクターとか、そういったところと僕の中では絡んでくるんですけども、これはまたね、後々解説していきたいと思います。結構難しいんでね、一遍では解説できないんで、ゆっくりとね、理解してもらったらいいかなと思います。で、まあそういった要素が絡まるんですけども、1からとりあえず4ですね。1のクラブの目的や構造、2番の所属選手の能力や特徴、3番の監督、コーチのプレーアイデア、4国や地域、クラブの文化をベースに、そこから、まずはチームの方向性を決めるっていうのがね、おすすめなんで、それについて1個ずつ解説したいと思います。まずはね、この1つ目。クラブ、過去チームの目的や構造ですね。まあ、これは、例えば僕の場合でしたら、クラブチームを運営しています。ジュニアとジュニアユースですね。その中で、まあ、クラブ全体、クラブ全体としての、まあ、目的や、その仕組みですね、構造がどうなってるか。うちの場合だったら、ジュニアがあって、ジュニアユース部門がある。まあ、そういった構造ですね。だったりとか、そのクラブ全体の目的。うちのクラブの場合は、よりハイレベルな選手を、輩出する。当然、大会では上位を目指しながら、みたいな、そういった目的があります。でそのために、ジュニア部門ではこういうことをやるとかね。そういった、まあ、いろんなこう仕組みがありますね。これはまあ、ジュニアしかないとか、ジュニアユースしかないって言ったとしても、例えばジュニアユースだけであれば、1年生、2年生、3年生ありますし、少年団のチームであっても、3年生、4年生、5年生、6年生、いろんなこう段階がありますよね。そういったこう、そこでこういろんな仕組みやったり構造っていうのはチームによって違います。例えば、こういった例が挙げられますね。例えば、じゃあ、あるチームの例としては、常に大会で上位を狙う。チームだったりとか、勝敗よりも育成、ね、選手育成を重視するチームだったりとか、もしくはね、さっき言ったみたいに、うちのクラブみたいにジュニアユースでつなげるための組織だったりとか、こういったものが、クラブの目的や構造ですね。でこの中で、その各チーム、各カトリー、アンダー11とかアンダー12というチームが、どういった目的を持ってるか、どういった構造を持ってるかというところをね、まず、ゲームモデルのコンセプトを作る要素として考えないといけません。当然ですよね。常に大会で上位を狙うチームっていうのが、大きなクラブ組織の目的なのに、なんだ違うことをやるみたいなね。そういったことはできないんですよね。これはまあ、プロのレベルだったら分かりやすいです。プロのクラブチームが、どんなことを目標にしてるか。チャンピオンズリーグに出ることがまず最優先課題なのか。もしくは、一部リーグに残留することが目的なのか。それによって変わってきますよね。やるべきサッカーも。そういったものが影響するっていうことになります。二つ目。
所属する選手の能力や特徴ですね。これを見られている皆さんのチームには、どのような選手がね、所属しているでしょうか。まあ、いろんなね、選手が所属していたりとか、特徴があったりとか、キャラクターが違うってことがありますよね。例えば、すごくね、足元が上手い選手が多いっていうようなチームもありますし、例えば、上手い選手から上手くない選手、ね、すごく突出した選手から未経験の子まで、といったね、レベルが混在しているっていうチームももちろんあると思います。もしくは、技術的にはね、高くないんですけども、戦える選手が多い。例えばフィジカルがあって走れるし、負けん気が強い選手が多いとかね。こういった感じで、そのチームに所属する選手のキャラクターっていうのはね、全然違いますよね。これはもう、そのチーム同士でも違いますし、学年によっても違うかもしれません。そういった意味では、まずこの選手の、まあ、能力ですね。選手が持っているポテンシャルだったり、特徴というのが、ゲームモデルを最初に作成する、そのチームの方向性を決める上で、重要なポイントになるということですね。これもイメージしてもらえれば分かりやすいと思います。バルサみたいに、ボールポゼッションをね、大事にするようなチームにとっては、テクニカルな選手というのが必要になりますよね。そうではない選手が多くて、足元があまり得意ではない、テクニックレベルが高くないのに、そういったパスワークというのはなかなか難しかったりしますよね。そういった意味では、所属している選手の、能力や特徴というのはすごく、ね、大事な要素になってきます。これが二つ目ですね。はい、三つ目、監督コーチのプレーアイデアですね。これもとても大事になってきます。まあ、指導者は僕らが、どのようなアイデアとか、どのようなプレーに対してのこうアイデア、プレーアイデアですね。とか、どういうサッカーをさせることができるのかっていうところは、すごくね、重要になってきます。例えば、監督に、コーチによっては、例えば守備の構築がうまい監督だったりとか、守備よりも攻撃を構築することがうまいです、コーチだったりとかね、そういったバリエーションをたくさん持っているコーチとか、まあ、いろんな特徴があります。まあ、プロの世界であれば、おそらくそのクラブの目的とか、クラブを目指すスタイルに合う監督を連れてくるってことがありますよね。でも、まあ、育成年代の場合っていうのは、僕らの場合はそういうことはできませんので、その自分たちが所属しているクラブが、どういうサッカーを目指すのか、その中で自分が、どういうプレースタイルを持って、選手、子供たちに教えるのか、チームに落とし込んでいくのかという意味では、この監督、コーチのプレーアイデアっていうのがすごく大事になってきます。そうすると、まあ、育成年代のコーチ、育成年代にとって、監督、コーチにとって大事なことっていうのは、おそらく、育成という意味では、まあ、サッカーの原理原則を理解して、それを、まあ、バランスよく、攻守、守備、攻撃、攻守の切り替えね、守攻の切り替えにおいて、原理原則、サッカーの普遍的なものをバランスよく落とし込めるっていうのが、まあ、育成の現場にとってはね、すごく大事な能力かな。そういったプレイアイデアを持っていないと、育成のコーチっていうのは難しいのかなと思います。四つ目、国や地域、クラブの文化ですね。これはまあ、プロチームをイメージしてもらったら分かりやすい。プロとか代表ですね。例えば、ブラジル代表をって言った時に、そのブラジル代表に求められる、サッカーっていうのは、ブラジルという国だったりとか、南米というね、地域性だったりとか、まあ、国民性っていうものがすごく影響しますよね。これがまあ、クラブチームでもそうですね。例えば、レアル・マドリードだったら、どんなサッカーが求められるのか、ドイツのね、ドイツがどうなのかとか、オランダだったらどうだとか、いろいろありますよね。アフリカだったらどうとか。これは、その地域とか国民性、もしくはその文化ですね、が、ゲームモデルに影響を与えますということですね。一時期というか、FC バルセロナでもやはり、こう、縦にね、攻撃が早すぎると、なんかそんなの、バルセロナサッカーじゃないとか言われたりとかね、まあ、いろんなことがありますよね。そういったまあ地域性だったり国民性とかね、文化っていうものが、ゲームモデルを考える上でも影響を与えるっていうふうにね、考えられます。ちょっとこれはね、皆さんおそらく、それはプロチームだとイメージしやすいなと思うかもしれませんけども、育成年代でもね、これは十分にね、通用する考えにもなります。例えば、もし皆さんがクラブチームをね、運営されている、もしくはクラブチームにプレーされ、指導されているとして、他のチームとね、どういうふうに差別化をしないといけないのか。例えば、周囲のチームは、例えば勝利至上主義で、例えばね、育成にあまり定評がないとすれば、じゃあうちのクラブは、育成をすることとか、きちっとね、ロングボールばっかりじゃなくて、きちっとサッカーをね、繋いでサッカーをさせるってことによって、その地域での、なんだ、存在意義ができたりすることもありますし、その逆もしっかりですよね。全部は全部同じようなね、チームが同じような方向を目指す必要はなくて、あくまでも、なんだろうな、自分たちの特色を打ち出していくことによって、他のチームと差別化する。まあ、これちょっとね、クラブチームの運営とか経営の話になるんですけども、そういったね、考え方もできます。もしくは、地域によっては、その地域ではこういうサッカーは受けないなってことはね、あるかもしれません。
どちらかというと、例えば、まあ他にもあれですね、高校サッカーもあれですね。高校サッカーでも過去にはやはり、強豪であるっていうところが一番のポイントでした。これはもう10年、20年前の話ですね。全国大会に出て優勝するようなチームに行けば、自分が可能性があると思う選手たちがたくさんそこに行ってました。でも、いろんなこう時代が変わってきて、それだけではなくてサッカースタイル、そのチームが、その高校のチームが持っているサッカースタイルによって、全国のトップトップではないけども、そこに行きたいっていう選手が出てきたりとか、もしくは、そこに行けば全国大会よりも、その後のプロへの道が開けてる。全国ではなかなか勝てるようなチームではないけども、そこに魅力を感じ、そういった高校に進学していくって、こういったこともありますよね。これは、ジュニアユースでもジュニアでも言えることで、まあ、時代のニーズ、地域のニーズっていうことが、関わってくるというふうに考えてもいいかもしれません。まあ、国や地域とかね、クラブの文化、地域の文化、国民性とか言うと少しね、遠い話に聞こえるかもしれませんけども、そういった意味で、その地域での、まあ、ニーズっていうふうに考えると、こういったこともね、ゲームモデルを作成していく上ではすごくね、大事な要素になってくるかなと思います。はい、以上1から4番が、まあ、最初のゲームモデルをね、考える、ゲームモデルのコンセプトを考える上では、まあ、ポイントになってきます。なんとなくイメージはつきますかね。今言ったみたいに、まあ、クラブの目的や構造とか、まあ、どんな選手がいるか、で監督がどんなサッカーをしたいか、このマッチを見てどんなサッカーができるのかとかね、あとは、地域からどういうサッカーが求められているのか、どういうサッカーをしていくべきかということを考えると、なんとなく、皆さんのチームの、サッカーの方向性というのが見えてくると思います。で、こういったものを加味して、そこを立脚点にして、さっきの、一番の例のように、コンセプトの例みたいに、例えば、このチームは、ボールを保持し、ゲームを試合するようなサッカーを目指しているんだとか、コンビネーションや素早いパスワークで相手を翻弄するんだと。で、アグレッシブに守備を行えるチームにする、を、サッカーを目指しますみたいな、そういったざっくりとしたコンセプトが出来上がると思います。以上が、まあ、最初のコンセプト作りに関係する要素と、まあ、実際の例になります。はい、3番目。ゲームモデルはチームごとに変えるんですね。これちょっと注意点なんですけども、今言ったゲームモデル、今から皆さんが作成していくだろうゲームモデルっていうのは、毎年毎年、例えば毎年自分のチームの6年生で当てはまるかというとそうではありません。毎年選手のレベルが違ったり、キャラクターが違ったりしますよね。もしくは、語弊を恐れずに言うと、今言った大枠のコンセプトっていうのは、大体毎年同じようなレベルの選手が入ってくるんであれば、毎年通用するかもしれません。ただ、これから設定していく、もう少し細かなコンセプト、プレイ原則だったりとか、いろんなものっていうのが、選手のキャラクターとかね、やっぱりそのチーム事情によって大きく変わるんで、まあざっくりとは、イメージとしては、基本的にゲームモデルっていうのは、同じものはないっていうふうに考えていいと思います。似たようなものはたくさんあるんですよ。似たようなことをやろうとしても絶対違うものになっちゃうんで、選手のキャラクターが違うからですね。必ず違うものになるんで、まずは基本的な考えとしてはゲームモデルっていうのは、そのチームにはその一つのゲームモデルしかないっていうようなイメージをね、持ってもらえればね、いいかなっていうふうに思います。はい、今日はまずゲームモデルを作成する上での最初のコンセプト。これはね、すごくざっくりとした曖昧なものなんですけども、基本的にはまずこれを作らないとスタートが切れないんで、まずそういったコンセプト作りについてね、解説しました。この後の、講義では、ここからさらにね、どうやってより具体的に、ゲームモデルを作っていくかってことをね、解説していきます。まあさっきの例をもとにね、肉付けしていくような話になると思いますんで、次回の動画もね、ぜひ楽しみにしてください。はい、今日の講義勉強になっている方はぜひチャンネル登録ボタンを押してジュニアサッカー大学へご入学ください。今日の講義は以上です。